田中義正は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、筑後国主、天保の家庭で居城とした大見国八幡、三河国岡崎、筑後国柳川などに、現在につながる都市設計を行った。田中氏は、18世紀後半に編纂された、関西重州諸家府によると、大見国高島軍伝、中村の出身であったという。また先祖は、 大江源氏高島氏の一族で、田中城の城主であったとも言われる。吉政が家門に一つ目ゆい門を用いた。織田信長の高島軍侵攻により田中氏は当時は機能していたとされる。吉政の出生地は浅井軍の三河村、または宮部村で、吉政自身はそこに住む農民であったという説もある。この根拠としては浅井軍の住人に限られる。 畜部島の行事、連下会の頭人を柳川藩主となっていた吉政が担ったという記録があることである。また、三河村には田中吉政の出生伝承が残っている。彼自身が宮部村の国人領主である宮部慶順に仕えた記録がある。また、吉政の母すなわち国友与左衛門の姉は宮部村と、三河村にほど近い坂田郡、国友村の出身などである。 ただ、大見八万時代以前の記録は少ない。八幡あぼり。田中義政が秀治の家老を務めていた時代に作られたもの、天正10年頃、宮部屋中から五千国を与えられ、秀吉の老いの橋場秀治の宿老となった。天正13年に、秀治が大見八万に四十三万国を与えられると、義政はその筆頭が老格となった。 この時、同じく秀次月つき閣となった、中村和ず堀尾義春、山内和ずよ、市柳田田末らはそれぞれ居城を持ったが、吉政は、秀次の居城八幡山次郎にあって、関白殿に一郎として、政務を取り仕切った。天正十四年、大万所の三河国下校にも関わったという記述がある。この時代の吉政の書状は、比較的多く残っている。 織田信長が築いた安土城下の町を八幡城下に移し、町割りを行った。江戸時代中頃までは、旧米町と名付けられた地域が、大見八幡の町の一角に残っていた。天正18年、豊臣秀吉は関東の北条氏を制圧し、初大名の配置替えを行った。この結果、徳川家康は関東に転覆された。 また、織田信夫は下谷国から須山二万国に厳報された。その結果、空いた、尾張国には、豊富秀次が入った。小田原征伐でも、秀次軍として活躍した吉政は、三河国岡崎城五万七千四百国の所領が与えられた。尾張邸武神には、総武行に命じられ、資材の調達にも関わっていた。文禄四年、秀次は自害させられ、 木村茂げ子、ここ、前の影さだ、羽田正さ服か、はりはじめただし、渡瀬茂げる赤しのリザネ、一柳かゆう、あの修養、白、えなりただし、熊谷直行ら十名が、玉物氏となり、その他にも多くの家臣が処分を受けたが、吉政ら宿老には、お咎がめはなかった。その際、石田三成が関与したかどうかは不明である。ただし、 関白殿一郎であった吉政に対しては、切腹を進める者もいた。結局、吉政には処分はなく、秀次によく還元をしたということで28,358国3との、加造、分録5年にさらに14,252国6と、加造され、三河国岡崎城主、10万国の大名となった。吉政は、岡崎城を金星城閣に整備した。 そして、城下の町割には七つの町を堀で囲む田中堀を築造した。また、西側の低湿地の埋め立てを行った。さらに、本来岡崎の郊外を通っていた東海道を、岡崎城下町の中心を通るように変更し、岡崎の二十七曲りと言われる暗い苦情の道に整備した。関ヶ原の戦いの田中義政陣跡秀吉の死後は、 徳川家康に接近し、慶長5年9月の関ヶ原の戦いでは東軍に属した。関ヶ原の合戦前の岐阜城攻略では、黒田長政、東道高虎と共に、大垣城から岐阜城へ向かう西軍を川渡しで殲滅した。この際、石田三成の配下の杉江官兵は、吉政の家臣である辻重勝により討ち取られている。本戦においては、 黒田長政軍と共に、石田三成軍と激突している。また、西軍の山田作子読みや、最前線で戦った赤島佐則の闘争を、合戦後に黒田長政と共に手助けをしたとされている。東軍勝利後、三成の伊次郎沢山次郎、宮部長房と共に、絡めてから突入して落城させるともに、伊吹山中で逃亡中の三成を捕獲する大抗を、挙げた。 実際に捕獲に当たったのは、田中伝左衛門、沢田昭衛門である。三成は、腹痛で病んでいたが、医師の勧める薬は拒否したため、吉政は熟慮の上、健康に良いという理由づけをしてニラがゆを勧めたので、三成はそれを食したと言われている。吉政に会った三成は、太閤から賜った脇差しを吉政に授けた。手厚くもてなされた例であると言われている。 三成の大将の内内刀は捕獲者である田中伝左衛門に渡った。戦後、これらの勲功が認められて、畜後一国柳川城32万国を与えられ、国持ち大名となった。吉政は柳川の掘割りを整備することで、水運や稲作のための用水路を整備し、近代的な町づくりを行った。水路以外にも、柳川と久留米を結ぶ田中街道や柳川と、 やめ福島、黒木を結ぶ街道を作るなど、陸路の整備にも力を入れた。また、矢部川の護岸整備や有明海沿岸に、慶長本土井と呼ばれる堤防を整備したほか、収入の増加を目指して、有明海の干拓にも取り組んだ。慶長14年2月18日、吉政は京都伏見で没した。京年十二。田中家は後を継いだただが男子を残さぬまま死去した。 ために、元画6年に改役された。田田政が、キリスト教に寛容であり、キリスト教金教合の政策が、比較的穏やかだったことが一因とする見方もある。冒系の親族は、竹の家臣となることなどで家計を存続させている。久留米の寺町にある正さの理事が一時母大寺であった、ことがあった。墓所は、柳川市の間勝寺、久留米市の善道寺。 東京駒込めの吉祥寺、京都黒谷の浄土集大、元山今海公明寺達中両公院墓地などにある、田中家の32万国。ありがとうございます。